まあでもね、そうやってそのさやねんのことが好きとか、うん、いいと思いますよ、うん、言うていっても仕事がこうやって一緒にできてる間はそういうこともどんどん言うていった方が俺はいいと思う。あ、好きなんですか。いや好きで言ってないけどどういう意味かちょっと学生やんか、もう高校生とか中学生でもそうやって言うやん、うん、あの子のこと好きな、いや別に好きって言ってないけどみたいな、うん、拗ねてるだけやんかそれは。今の感じはねそうなってしまいましたけど、これも言い続けたらまたねさやねんのファンの方がなんて言ってくるかやね。そうです、そんな時間でも私はファンの人にみんな好きですって言ってますか。あ、なるほど、モンスタインズさんがもともと好きって言ってるの分け隔てなく。いやそれややこしになるやん、またそれ言ったらな、もうだからそれ言うやめよう嫌いですっていうことでしょ。だからそれほんまに逆の、そう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 、嫌いです、嫌いですってあんま言い過ぎてもまたそれ意識してどんどん好きになってる。ああ、何とも思ってませんよ